典型な、手に天気よし、でも家から出れんな、哲也出られんすね。そんな時ははじめくん、はい、ゲームですかね。ゲームです、もちろん見てくれます、一緒にやってますからねということでですね、今ゲームが熱いんですよ。なぜかというと、家ですぐできるから、その世界に没頭できるし、時間も忘れちゃう。しかもコスパがいい、安い飲み会に行くくらいだったらゲームした方が何時間も楽しめる。間違いない。確かにな、天才だったか。今回は懐かしいあの作品から、今話題のあのゲーム、僕の完全な贔屓のあのゲームを30点用意しました。実際にやるわけではなく、今から僕がそのゲームのストーリーやらキャッチコピーやらあらすじを言ってきます。なるほど。なので、それが何のゲームか当てる。今日はその、早押しですか。早押しですね。ゲーム版ですね。一番得意です。お手つきしちゃった場合、あるいは間違えた場合は、その回だけお休みです。そのまま坊主ですか。そのまま坊主です。マジか。で、なんか例えばなんですけど、シリーズたくさんのゲームあるじゃないですか、ポケモンとか、うん、そういうのは、それがシリーズ全部を答えればいいのか、あるいは特定の、例えば赤とかを答えればいいのか、事前に言います。なるほど。これはシリーズを答えてくださいとか。ああ、なるほど。言わなくてもいい。やります。お、プロ。ポケモンに関してはな、もう一人もうズバ抜けてる人いるからなお手つき一回ありどうですか。一回ありにします。一回ありだったら言わなくていいと思います。ああ、わかりました。駆け引きだと思うんですよね。確かに確かに。で、今回見事一番答えられなかった人は、今年中にそのゲームをカンクリしてもらうと。どのゲームですか。1位が決めるってこと。1位が決めます。ええなあ、それ。おい、マジでやめてよ、本当にバカだらけゲームの。そのゲームはバラバラなんですか、機種は。遊ぶ機種は。携帯だったり。いい質問ですね。家で据え置き型もあれば、パソコンもあれば、スマホもあります。なるほど。手を挙げられると、例えば他の誰よりも速くても判定できにくいんで、声で判断しますね。声の速さで判断します。はい、速度ではなく。はい、はっ、オッケーオッケー。待って、今脳からこっちに出るまでのスピード確かめて、ラグを。はっ、よし。はっ、第1回発表、ゲームあらすじをいきます。第1問目、はい、ゲームのキャッチコピーです。いきますよ。何もないから何でもできる。本当月1回ですよね。1回です。これはシリーズではなく、タイトルまで答えてください。はい。マインクラフト。思った。あー。そう。あ、でもシリーズ、あんまりない。そう。お手つき1回だから、まだ。まだいけます。何もないから、何でもできる。これ概要言っていきます。これまでのシリーズでは村が舞台でしたが、はい、はい、集まる動物の森。正解です。うっそー、あぶねー、よかった。これは、シリーズ名だけで大丈夫です。いきます。ある日、巨大な宝石マスターエメラルドが砕け、その中から液状の身体を持つ怪物が現れた。待って待って、何それ。その怪物は長い眠りから復活した古代の破壊神カオスだった。あ、いやいやいや、え、ソニック。正解です。しゃ、何それ、全く知らん。そういう話だったんだ。なんちゃらエメラルドで、あ、ソニックっぽいなと思ったけど。さあ、続いてまして、今回もキャッチコピーでいきます。いきますよ。ポケモン新たな次元へ。なんてかるんだよこれ。かけます。はい、ダイヤモンドパール。じゃねえ、終わった。終わった。あ、じゃねえ。ポケットモンスター、ウルトラサン、ウルトラムーン。じゃねえ。待って、さあ、数択の、はい、一択ずつ。ポケットモンスター、オメガルビー、アルファサファイア。これ意外と難しいっす。やばい。ポケットモンスター、新たな次元へ。次元変わってるってことは、なんかドット絵から変わったような気もすんだよな。はい、ポケットモンスター、金銀。おー、残念。はい、ハートゴールド、ソウルシルバー。残念。終わったー。さあ、やめてください。終わった。あとは俺次第だ。いや、ここでかっこよく当てるのきついっすよ。やめたよ。無理しなくて。いや、さすがに、さすがに。いきます、ポケットモンスター。プラチナ。残念。やっぱ嫌ってない。俺も思ったからダイヤモンドパール攻めたんで。これですね、 XY なんですよ。うわ、違うの。やっぱドット絵から切り替わった瞬間だ。なるほどね。では続きまして、いきます。かつて魔界の王が人間界に侵攻した際、一人の悪魔が正義に目覚め、魔界を裏切りました。で、人間たちのために戦いました。魔剣士スパーダは剣の力を持って魔帝の魔界に封じ込めた後、その最後まで人間界に残り、世界の平和を見守った。さあ、魔界封印から約2000年、伝説の魔剣士は人間の女性との間に双子を、設けていた。はい。アイスクライマー。絶対。そんだけでしょ。絶対違うでしょ、もう。魔界よ、そんな。そして2000年が経ち、現代、母親と双子の兄を悪魔に殺されたダンテは。はい。うわー、ケンスケ。デビルメイクライ。正解です。早いな、ダンテでその反応にな。いやー、それは。では続きまして、はい、おはじきやピンボールのように味方のモンスターを引っ張る。はい。うわー、声的に弾くんですね。モンスターストライク。正解です。一瞬でスマホゲームに脳を切り替えなきゃいけんかった。いや、難しい。今声がきますからね。いきます。秋葉原を拠点とする総勢3人の小さ、はい、はい、そう、え、なんだ、総勢3人。まだでも2回あるんで大丈夫ですよ。
アイスクライマー本当に分からんけど、ちょっと一回座ってていきます、はい、秋葉原を拠点とする総勢3人の小さな発明サークル未来ガジェット研究所、はい、シュタインズゲート正解です。あれゲームなんですよ。はい、これ PC のゲームなのか、これこれ激ムズかもしれんな2000年昔、惑星オールドラントでは星の誕生から消滅までの記憶、星の記憶を有する第7、音素セブンスフォニムをめぐる戦乱が続いていた。長きにわたる戦いは人々だけではなく惑星自体をも荒廃させ、大きな地殻変動が、起きまして、大地から毒を含む正気が生み出した。そして現在キムラスカ・ランバルディア王国とマルクト帝国の2大国に分割され、危うい均衡で平和が保たれている。いやしかしローレライ教団の幹部のみが知るという惑星、予言プラネットスコアに導かれ、世界は再び戦乱の世を迎えようとしていた。むずすぎ。待って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 、何やってないな。キャラクターは知ってるってことですか。でもタイトルは絶対知ってると思う。ジャンルは RPG ですね。1個捨てます。はい、ファンタシースター。あー、そこまでコアじゃないな。あー、そうなんだ。はい、ラチェット&クランク。あー、なるほどね。だけど、それ違います。だから、なんか惑星感はあったからさ。はいはいはい、はい、メトロイド。あー、違います。あー、なるほど。マジでわからん。これ、テイルズ・オブ・ジアビスっていうゲームです。あー、なんだー、やったことねー。売れてたわ。それでは次行って、はい、物語の舞台は東京。ある出来事がきっかけでホニャララ使いとして目覚めた主人公の少年は昼は普通の高校生。はい、はい、ペルソナ正解です。しゃー、かすみだなー。ホニャララ使いって何なんですか。ペルソナ使いですね。これ悲劇だな。いきます。フロンティア戦争が終結した IMC とミリシアとの間で繰り広げられる数十年に及ぶ武力紛争を終えて、フロンティアとして知られる宇宙地域はついに安定の時を迎えることとなった。しかしここは人命が安く、至る所に危険が潜んでいる。開拓者、探検家やアウトローが果てしなき権力闘争に明け暮れていた時期もあった。時が流れ、新たな争いの場が設けられた。それがフロンティア中のレジェンドが富と名声と栄光をかけて戦う血塗られた競技、ハーゲームだ。こんなストーリーあったんですけど、ホニャララゲーム。はい、エイペックス正解です。よしよしよし、これエイペックスなんだ。はい、そんな裏タイトルがあったの。いや、すごいな。これ初めて、初めて聞いたよ、そんな。では、続きまして、これはあるシリーズ全体の開発のきっかけとなった物語です。それを聞いてお答えください。はい、1979年頃ですね。実際の世界の当時ですね、スペースインベーダーっていうゲームが流行ってましたと。ゲームセンターは戦争を題材としたシューティングゲームが出過ぎていて、これでは女性がとっつきにくいとなったそうです。はい、てつや、マザー。ジェネー。はい、ケニー。スーパーマリオ。そのため、この開発者はゲームセンターの殺伐とした雰囲気をもっと和やかな場所にするべきだと、うん、で、女性やカップルにメインターゲットを絞って、このゲームを作ったそうですね。はい、はい、言います。はい、パックマン正解です。しゃー、しゃー、しゃー、すげー。ぷよぷよかと思いました。俺もテトリスかと思った。いや、もう俺いいんじゃないもん、逃げ切って。ちょっとやばい、見て見て、2人とも脱力タイムズ強すぎたか。ちょっと集計しますね。現在はじめくんが5ポイント、けんすけが1ポイントで、てつやが2ポイントですね。はい、これ巻き上げるよ。いきますね。ジャンルは RPG とパズルを融合させた。はい、けんすけ、パズル&ドラゴン正解です。すげえ、早い。これは早い。問題、続きまして、主人公アーサーは鎧を身につけて、はい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 、マッカリムラ早い。出てこなかったタイトルが。さあ、これもぜひここにいる人なら答えてほしい作品ですね。いきます。これは、ストーリーとかでなく開発のコンセプトです。はい、これは2015年12月頃から制作開始されました。最近だ。従来とは全く別物にするか、これまでと全く同じようにするか、2つの意見があったそうです。で、そのキャラクターの数の減少とか路線変更どうするべきかっていうのがいろいろ葛藤されたそうなんですが、このままでいこうってなったんです。はい、はい、スマブラ SP 正解です。あー、ぽいなと思った。すごい。いやー、ちょっと答えとけばよかったな、今。答えとけばよかった。問題、歴史上のある人物をモチーフにした作品です。江戸時代の日本を舞台にしたアクションゲームであり、はいはいはい、鬼武者。
ああ違う、惜しくはないか。日本各地の地、江戸時代の日本を舞台にしたアクションゲームであり、日本各地の地域性を取り入れたステージを見下ろし型で駆け巡りながら、はい、やっべ、ミスった。信長の野望、江戸時代じゃねえんだよな。ミスったミスったミスった、終わった終わった終わった、もう最悪だ。江戸時代の信長、ほろほろ。はい、鉄頑張れ、こういうもん。正解です。わかんないよ、知らないよ、そのゲーム。いきます。はい、地上から隔絶された地底世界が舞台の物語です。プレイヤーはモンスターたちの住む地底世界に落ちてしまった人間の子供を操作しながら地上に帰るために。はい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 。もうこれは答えとかない。アンダーテール。正解でーす。知らねえ。よかった。これもシリーズ名をお願いします。1995年の南アフリカを舞台に、主人公である何々を操作して武装要塞国家アウターヘブンが開発したと言われる最終兵器なんちゃらを破壊することを目的としたゲームです。おっと、はいはい、メタルギア。正解です。おぉ、よしよしよし、やばい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 。これもシリーズ名だけで大丈夫です。町の研究者博士が発明したピークポイントヘルメットを遊園地の人気者の小猿。はいはいはい。サルゲッチュ。それだくぞー。いきます。世界を牛耳る超巨大企業シンダカンパニーが知りません。はじめくん。ファイナルファンタジー7。正解でーす。死んだカンパニー。いや、ほんとに。続きまして、これもシリーズ名だけで大丈夫です。主人公は、人の姿に変身できる、ホニャララという名前のイカ。はい。はい。スプラトゥーン。正解です。危ねえ。危ねえ。それはくでもない。こっちも命かかってる。うわ、これは懐かしいですね、自分で作りながら。これは私、個人的に超好きなんですけど、いきますね。太陽は闇に終わる。はい、僕の太陽。あ、早い。あー、言いたかった。あー、言いたかった。もうちょっと言いたかったけどな、これ俺、説明。クソ、ガンデルソル。太陽少年、ジャンゴのお話ですね。はい、ガンデルソルですね。はい。太陽光集めてましたもんね。これは、まずシリーズで大丈夫です。1998年夏、アメリカ西部の地方都市、ラクーンシティの郊外で、孤立した民家が10人前後のグループに襲われた。住民たちが食い殺されるという猟奇的殺人事件が発生しました。で、その異常性に反して、犯人は特定できず、捜査は難航。はい、はい、バイオハザード。正解です。あーだよな、ラクーンシティ。ラクーンシティ、ラクーンシティすごい。続きまして、夢を渡り歩く力を持っている夢見る黒き旅人なんちゃらと彼が訪れる世界、そして自らの存在と運命を知ることになる誰々を描いた作品。ファントマイル語の存在が大きな特徴です。うん、これはむずいけど絶対知ってる。ファントマイル語って何だ。マジで分からん。うん、いきます。クロノトリガー。あー、違いますね。はい、はい、風のクロノア。正解です。なんじゃそりゃ。いや、ギリギリ頭にあったそれ。これはでかいっすよ。いや、あれ知ってる人あんまおらんけど。いきます。西暦5012年の地球、だいぶ先だな。突如宇宙からエイリアンが襲来。人類はエイリアンと彼らが作り出した機械生命体によって文明をぶち壊された。エイリアンの侵略を免れた少数の人類は月へ逃げ込みました。5204年、人類軍事レブカは地球の奪還をかけてエイリアンに対抗すべくアンドロイド兵士を、はい、はい、メトロイド。違う、違うんだ。アンドロイド兵士を地球へ送り込むと。十数回に及ぶ大規模降下作戦を経ても、均衡状態が続いたため、最終決戦兵器として、ヨルハ部隊を結成。なんだっけ。地球ではアンドロイドと生命体の戦争が繰り広げられた。これ、ヒント。めちゃめちゃ最近です。名前出てこない。アイスクライマー。はい。はい。アイスクライマー。うわ、最悪でやられたけんすけど。うわ、これちなみにニーヤオートマタっていう。ああ、名前をマジ知らん。これは皆さん知ってますよ。科学者ネオコルテックスと、はいはい、クラッシュバンティーク。正解です。夏。続きまして、100年前、英雄イザナギによって封印された怪物ヤマトノオロチ。その戦いの際にイザナギは様々な神秘の力で、手助けをした白狼。はい、はい、狼。正解です。何それ。これは速攻で終わりそう。いきます。主人公の父パパスと共に、はい、えです。くっそー。ドラゴンクエスト5。はい、もうちょっと。あー、そこまで行くのか。伝説の大地。違います。天空の花嫁。正解です。ファイトパパスよ、パパス。さあ続いて、銀河の辺境、惑星ベルディンに住むロンバック族の少年
彼の夢はお茶の間で大人気のヒーローキャプテンクォークのように、はいはい、ラチェット&クランク。正解です。ミスった。俺もつけなかった。キャプテンクォークね、あの緑色いやつですよね。そうです。続きましていきます。見下ろし型のドライブゲームの携帯を持ちながらギャング組織のチンピラが、はいはい、グランドセフトオート。正解です。ここで来たか。残りなんともう4問しかないです。え、無理。最後何やるか分からない。あ、そうそう、最後最後何やるか分からない。最後何やるか分からない。いきます。西暦2038年のアメリカデトロイト、 AI 技術とロボット工学の発達により人間そっくりのアンドロイドが製造されるようになった。人間は過酷な労働から解放されようとしていた人類のさらなる経済発展を手に入れる一方で失業率が増大、貧富の格差が拡大していってしまった。アンドロイドによって職を奪われた人々は反アンドロイドを感情を持つようになり暴動を起こしてしまうレベルになってしまったと。いやもう出てこんな。機種は何ですか。プレフォースね。ですよね。最近最近そうなんだよ、そうなんだよ。アイスクライム。俺高3で、俺ちょっと俺高3で。これですね、デトロイトビカムヒューマンです。何ですかそれ。やっ出たわ。やってたんかい。さあ、残り3問いきます。このゲームの世界は主に立方体のブロックで構成されており、はいはい、マインクラフト。正解です。すげえ素晴らしい。俺テトリスかと思った。追いつけないんだけどね。そう、俺もテトリスちょっと待って。あと、ラスあと2問です。あと2問、まだいける、まだいける、まだいける。どこどこほにゃらら地名ですねの森に住む少年はなんとか族のパートナーとなる妖精を自分だけが持っていること。はい、ゼルダ。フルタイトルにしましょうか。ですね。そうなんだよ、そこが。ゼルダの伝説、はい、ブレスオブテイルズ。何だっけ。はい、やべ、はい、ゼルダの伝説、ブレスオブファイヤー。あ、絶対違う、それ違う。違うんすよね。絶対違う。なんで、ここまでやってないはい、え、はい、ゼルダの伝説、オカリナの笛。なんだよ、あれ、なんだっけ、それ。大丈夫か、本当に。オカリナと笛は別やけんつけ。はい、はい、ゼルダの伝説、時のオカリナ。正解。あーあー、それだよ、それだよ。いやそこは答えしかないところ。オカリナの笛はやばっ。やばいよ、ラーメンとそばって言ってるのもいや本当に最悪だよもう。さていよいよラスト1問残しまして、ハルミ君が15ポイント、よし、シェリーが9、はい、ケニーが4。メンタルやられたマジで今まで。これ最後どうしますこれ。何の歌で、ゴナユタ言っときます。ゴナユタやべえな。逆転されそう。いきます。主人公なんちゃらは千年祭が開催された町で出会ったホニャララ、幼馴染のホニャララと共に偶然の事故から時間を移動する手段を発見しました。あーいい。これは絶対に勝った。先生いってきます。いきますよ。それでは先生どうぞ。アイスクライマー。いや、あるよ、まだあるよ、まだあるよ、まだあるよ、もうちょい、もうちょいちょうだい、もうちょいちょうだい。偶然の事故から時間を移動する手段を発見し、時を超えて様々な時代を行き来できます。はいはい、テトリス。マジか。やがて荒廃した時代に行き着いた主人公たちは謎の生命体ラボスによって滅亡した自分たちの未来であることを知る。主人公たちは失意に陥るものの過去と現在そして未来を行き来し世界を救うことを決意する。はい、ケンスケ。ぷよぷよ。大丈夫か。ガチわかんない。何ガチわかんない。あんな物を押してくるだけでそんな壮大なストーリーやってるから。それで締めようも最初に手挙げちゃったから。いいですか、うん、はい。クロノトリガー。正解です。やっぱ。ということで、1位が、ゴナユタ8点で、哲也。強すぎる。で、ジメ君が15ポイントで2位。悔しい。ケンスケが4。はい。で、哲からケンスケ。はい。ちょっと有名なタイトル。あ、そうだね。マカイ村とか。じゃあ決まりました。はい、ケンスケに今年中にやってもらうゲームは魔界村です。どういうゲームなんですか。いや知らん、わかんないな。でもクリアしたことすぐ終わるよね。はい、一回やってみます。一回やってみます。待って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 、やばい、ピッチ。ここが空前通じないよ。ここはこれどうすればいいの。これどうすればいいの。しゃがんで。あー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 、骨になった。骨誰今の。何何宝箱あげたのにさ。ということでこれをクリアしてください。頑張れ。